皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日もワールドオブファイナルファンタジーやっていこうと思います。場所が全然戻ってんじゃねえかって、まさにその通りなんですけど、ここまでやっと戻ってきました。で、念願のですねレッドドラゴン手に入れました。先ほど戦ってて、やっと、また間違えた。はい、手に入れましたね、レッドドラゴン。もうこの子はこれでいっぱいいっぱいの成長なんですね、 L。 はい、すごいっすよ、ステータスじゃない、あのスキル見るとね、ファイアブレスとか赤い牙ファイラー、あとはフレアスター、スパークドラゴン、あれスパークドラゴンってあれだよね、弱いやつだよね。でブレイズスパイクということですね。なのでランくんの、下の方にこれを置くとちょうどよくね、のせのせプランがまた完成するということで。で前回なぜ戻ってきたかというと、あれ進化させたやつどうやって使うんだよって僕言ってたんですけど、ここでですね、まあ、ゲートのところでジェムケース選択して、でちょうどね変身化できる人に合わせると、例えばスノーさんを変身化、オプションボタンで変身化を押すと選べるんですね、これでね、どれにしますかって。でここでこう選ぶとスノーさんが、ベビーシバさんになったということです。はい、ここで来ればいつでもまた元に戻すこともできるんですね。なので焼き鳥さんが進化したらここで選んで L サイズにして、焼き鳥さんの上にみんなを乗せてもいいですし、まあ、このまんまでもいいですしということですね。はい、で現状ちょっとね、また枠開けたいのでレッドドラゴン入れたんでね。でまあフロータイボール戻そうかなと思ったんですけど、空飛べるやつがいないとまたいけないのかなと。でもレッドドラゴン空飛べるから、あの崖のところね、ジャンプするようなブラブラさせて引きずってもらうような場所、あれこれでもいけんのかなっていうのは分かんないんですよね。なのでフロータイボールは生かしておいた方がいいんでしょうかね。はい、でボクシーも残したいんだけど枠が少ないのでどうしようか考え中。とりあえず1枠開けてからこのままでいきましょうか。はい、現状なんかもうあのサンダーを放つスパークドラゴンの進化系は先に手に入れちゃったので、まあよしとしましょうかね。はい、ではちょっとここまで戻ってきちゃったんですけど急いでいきましょう。と言いつつ敵は倒しながら、マジで行くぜ。マジと、まあ、まだあのレッドドラゴンレベルが弱いのでちょっと弱くなっちゃったんですけどね。こっちからもう急激に今成長してるので、いやーこのお座りの綺麗な形好きですね。弱いな、レンさんより弱いな。どうってことないって、これくらいならね。圧巻だよねやっぱドラゴンってね、すげー嬉しい。もうちょっとしてからスキルの方はいじっていこう。こっちだよね。一旦来た場所だからもう別にサクッと、ちょうだいはどこにいる？こっち。あーでもケルベロスいるかな。ここまで戻ってきたから再びあそこにいますかね。ケルベロス欲しいな、同じケルですからね名前がね。こっち
やっぱかっこいいモンスターってゲットしたいっすよね。よっしゃ。ほらお前の進化系だぞこっちは。よし。よいしょ。この子ジェムジェムチャンスにならないですね。あのスパークドラゴン今のあいつね。で関係ないか。行こう。まさかあんなゲートのとこまで戻るとは思わなかったけど、ここでちょうだいか。ケルベロスんとこ行きたいんだよな。まだいるのかな、もういないのかな。行きたいな。まだ会えますかね、いつか。ちょうだいちょうだいちょうだいしょうがないな、あげるよ。あげるふりして引っ込めるとかね。こっからは宝箱見えるけど、あ、さっきと同じような構造ですね。じゃあ降りよう。グラグラ安定剤こっちかな。あれまた2つ分かれてる。向こうか。こっちはなんかある。が降りちゃうともう行けないってこと。ちょっと危ないからこっち側試して降りてみよう。ウィー。あーまた乗ってるか。乗せ乗せ。あいつらはニコイチなのか。ケアル。やっぱちょっと弱くなっちゃったな。むしろこっちの方が強いからこっちに攻撃させた方がいいかな。でケアルも弱いね。よし、あとは戦う。レッドドラゴンが結構な勢いでレベル上がってるからちょっともう一回見直すか。なんか間違えてもオプションボタン押しちゃうんだよな。6。どうする。力、あー攻撃力弱いからね。34か。33だったら嬉しかったのにな。力先もらおっか。魔力、防御、防御か。まあこれも取っとこう。あとは焼き鳥さんはレベル23になったら変身なのでまだ OK ですね。まあ乗せ乗せにレンさんとランさんを入れないっていうのもありなんですけどね。炎耐性の種？あ、やっぱりそうだったんだ。さっきのとこ間違って降りちゃったらもうアウトだったんだね。よかった、気づいて。ってことはあと2往復ぐらいしなきゃいけないかな。
ちは開けたからこっちでこっちでここ開けてフェニックスの尾、はい。でもこっちからはいけないんだよね、もうね。だよね、こっちからはもう登れないんだよね。なので来たね。よっしゃ始めるぜ。え、ちょっと待って、え、なにえ、お座りだよ、お座りだ。やべえ、アビリティ使うか。振り回す、ダブルスマッシュ、2回攻撃、手加減、振ります。こっちも使おっか。赤い牙、緑のタヌキ、あれ？じゃあ普通に戦うか。こっちはなんかないかな。炎系ばっかり。あ、そっか、同じ相手だから効かねえのか。じゃあこっちは戦う。おお、ブラブラしてるブラブラしてるあの夏場の散歩してる 犬ってこんな感じですよね、これはは言ってますえっと崩してやろっか。あ、使えない。うん、使わなくてももう崩れそうですけどね。戦うで。あ、片手上げてる今度は可愛いな。ケアル、あ、戦うでいっか。崩した。どうする。弱いのから。さあ君一人だよ。ケアル、勝ったな。あ、もう伏せか。おっしゃ、実力通り。あ、まあなんてことはない。ものすげえ勢いで上がるね、レベル。やっぱね、レッドドラゴンね。レッドドラゴン、ブルーアイズ、ブルーアイズ、なんだっけなんかあったよね、ブルーアイズレッドドラゴン。え、なんだそれ、遊戯王か、なんかあったよね。こっちから降りて、でこっちから降りて、こっちでこう、ここでよし。ん？結構長いんですね。誰かいる。あ、ん？宝箱。あ、やっぱフロータイボールか。これでレッドドラゴンが飛んで運んでくれたらフロータイボール戻そうかなと思ったんですけど。ハイポーションありがとう。これができなくなっちゃうと困るんでね、戻しちゃうとね。ただレッドドラゴンが空を飛んで運んでくれてる絵がどうしても思い浮かばないんで怖いなっていうのがありまして。また来るか、もしかして。マジで行くぜ。バシッと決めるよ。やっぱり一番怖いのはおめめさん。あとはスパークドラゴンか。痛いなあ、毒ったよ。ケアル、
こっち。毒。どうしよう、こっち。よいしょ。この子たちゲットできそうだけど。あー、ゲットできんだ。あー、でも見た目がゆずちゃんと変わんないんだよね。すげー、あ、これ見たことねって感じだったらゲットしたかったんだけど、ゆずちゃんとは変わんないんじゃなんかな。もうちょっとレア感が欲しいんだよな。ゲットできそうですよね、これきっとね。あ、なんかできそう。まあまあいっか、枠も少ないし。まあ、また次回ってことで。長いな。何、続々とスキル覚えられる、もしかして2か。じゃあまだですね。焼き鳥さんのレベルの方が、あ、でもどうしよう、焼き鳥さん L にしちゃってあれしよっかな。今のプランがでも焼き鳥さん M で中に入ってるんですよね、どっかで。あ、入ってた。この M を何かに公開して焼き鳥さんを L にして、でこっちの L、 メットさんと焼き鳥さんをチェンジしよっかなと思ってんすよね。ベヒモス僕好きなんで。お、怪しいな、おい、やばいなこれ。大型モンスター出てきそう。まあ、じゃあ一旦セーブ入れます。ではボス戦でしょうか。姉ちゃん、これ何の音？風が生暖かいんでしょうか。ラン、プリメロか。ビビった、マジビビった。クリア。俺を食ったって美味しくないぞ。そうよ、ランだけは絶対美味しくないわ。でかい。でかい。なんかひどくない？これはあれだな、スノーさんを入れた方が良かったかもしんないね。同じ炎系だもんね。やばいやばい。プロです。いくよ。まずいまずい。まあ、ただ向こうの炎攻撃もこっちにもあまり効かないかもしれませんよね、こっちはね。ランクの方はね。ファイラ、キスネビ、全部炎系。やばいやばい。そっか、タマも炎系だった。やばいやばい。何も使えねえわ。戦う。カウンターか。プロテス。ラン君。おお、やるじゃねえか。炎をあんまり効かねえな。まあ戦う。あ、セイバー使おっか。なんか全然使ってないっすよね。ワールドオブライト、オーバーソウル。私が払おう。
1600か。ぼちぼちですな。戦う。ケアル。戦う。くすぐりとかあるんだね。あ、ケアルラがあるんだ。なんだなんだ。そっかそっか。まあ戦う。なんだろう、 HP はもう1000とか軽く超えてんのに MP マジックポイントの方が全然ないんですよね。12とか。あ、なんだ、フレアスター回きたー。ケアル。さすがにあれだね、ラン君の方はやっぱりレッドドラゴン入れてるから受けるダメージが低いですね。戦う。スカ。ケアル。220。戦う合戦。お、また来たか。あ、ちょっと痛いかな。注意しないとダメか。ケアルでいける。ケアルラかな。ラは5を使うんか。一旦ケアルでちょっと回復幅見てみますか。そんなもんか。これある程度注意してあげた方がいいですね。危ないっすね、あのさっきのやつ来ると。フレアスター開花。そうだね、もうそろそろちょっと早めに入れといて。あ、そっか、防御を入れとくのもありかな。戦う戦う。抜けない。フレアスター回、あ、来ないか。ここでケアルを差し込んでいやらしく回復しとく。次ぐらいに来るんじゃない。あ、来たね。やっぱ入れといた方がいいね。でケアル戦う。あ、いった。おお、よし、よかった。焼き鳥さんレベル上がんない。さすが焼き鳥さん引っ張るね。アルマジェム3。あ、じゃあ戻ろっか。なんかいろいろできるよねきっとね。なんとかなった。今のうちに抜けてしまうのです。あ、そうだな。まさかなのです。ファイナルヘブン。嘘、初めてできた。ティファー、そんな場合じゃなかった。今のうちに早く、こっち。誰？あの二人が起点となり、アプリカントが次々と目覚めている。青の予言の通り、ということか。しかし、セイバーが何人生まれようと、世界の断りは何も変わらぬ。断りを変えることができるのは、まことなる王の力のみ。
赤き予言の成就。セクトシオ、異論はないな。ええ。無事でよかった。あそこら辺は見ての通り、やたら大きなドラゴンが住んでるの。だからここらの人は寄りつかないんだけど、いつもより騒がしくて人の声も聞こえたから。ほんと助かったよ。でもさっきのパンチすごかったな。あれ、多分マグレかな。え、さっきのやつって師匠の技なんだけど、今まで一度もできたことなかったから。お、私はここから北にあるニブルヘイムに住んでるの。よかったら後で寄ってね。ティファーのセイバーメダルが解放されました。名を忘れた少女から購入することができます。よし、よしよしよし。はい、じゃあここまでのプレイをセーブしますか。じゃあセーブしましょう。セイバーだったんだね。なるほど、それであのパンチか。師匠という方もすごそうなのです。ではでは、まあ出口が目前なのですが、なんかイベントがここから始まりそうな気もするので、今日は一旦ここで終了しようかなと思います。はい、ぼちぼち一旦戻りましょうね。戻ってあの名を忘れた少女さんからクエストを受注しましょう。はい、ということで今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。実写チャンネル、ゲームチャンネル各種、そしてツイッターアカウントへのリンクは動画解説欄に記載されておりますので、気になる方はぜひ動画のご視聴、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。